すいません、駅員さん。はい、どうされました？こちらの団体乗車券、払い戻しをお願いします。え、いいんですか？修学旅行が中止になってしまいまして。そうですか。あいつら、しおりを作って、楽しみにしてるんです。中止になったなんて、言えないですよ。先生も辛いですね。はい、辛いですし、悔しいです。一生に一度の修学旅行ですから、どうにかして行かせてあげたいんですけど、僕たちじゃ、どうすることもできなくて、私たち駅員も修学旅行へ向かう学生さんたちがとびっきりの笑顔で改札を通っていく姿が見られないのが残念です。はい、あいつらには今行くことに意味があるんです。だから今は我慢しろとか、またいつかとか、そんなことは言いたくないんです。そうですよね。あ、先生、この切符は持っておいてください。え、でも有効期限は学生さんたちと修学旅行へ行けるまでにしておきます。駅員さん、必ずまたそんな普通だった日々が戻ってきます。先生、望みは捨てちゃダメですよ。はい。いいんですか？え、いいんですか？はい。